マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット効果の高いリンゴ酢、毎日どのように召し上がっていらっしゃいますか？私もリンゴ酢が大好きで、もう毎日欠かさず飲んだり、お料理に使ったりしてるんですね。そこで今回の動画では、マイナス10キロ、リバウンドなしの私がおすすめしている簡単にできるダイエット効果の高いリンゴ酢のレシピがわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていきたいなってお考えでしたら、ぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちらです。材料3つだけ痩せるリンゴ酢レシピお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、材料3つだけで簡単にできる痩せるリンゴ酢のレシピお伝えします。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのということで、痩せるポイント3つあります。1つ目はもうとにかくあなたの腸内環境が整います。これはね、もう毎回私お伝えしてますけども、とっても大事なんです。ここを無視して痩せようって一生懸命頑張ったところで、待っているのはリバウンド、いいことなし。じゃあどうすればよいか。まずはこういった美味しいリンゴ酢のレシピを食べて腸内環境を整えていきましょう。結局根本的な体質ですね、デブ体質から痩せ体質へとあなたは生まれ変わることができます。ぜひね、一緒に腸活していきましょうね。では2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるレシピになっています。まずはね、もう太るもと、血糖値の急上昇をいかに普段の食事で抑えることができるかできないかでも全然ダイエットの効果変わってきますよ。そこでしっかりとこのレシピのそういった効果を使って、太るもと、血糖値の急上昇をぐっと抑えていきましょう。3つ目です。便秘改善、いかがですか。もう便秘の方はね、いくら頑張っても結果待っているのはリバウンドです。いかにですね、腸内環境が大事かっていうことが、この便秘をとってもね、わかるわけですね。下痢の方もそうですね。結局便秘であれ、まあ下痢であれですね、腸内にいい細菌がいないわけですよね。そのままだともう決してダイエット成功しませんから、ぜひお腹の状態をきれいにデトックスしていくことがこのレシピできますから、美味しく食べていきましょう。では2つ目の項目です。材料を3つだけでできる痩せるリンゴ酢のレシピお伝えします。まずはそれぞれの材料が持つ痩せる効果について、次に材料、作り方、痩せる食べ方注意点、この順番でお伝えしていきますね。ではまず1つ目の材料はもちろんこちら、リンゴ酢になります。もうこんなにもリンゴ酢ってダイエット効果あるんですね。例えば脂肪をどんどん燃やす、基礎代謝が上がる、結果脂肪がつきにくくなる、でまたね、太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれます。そして、まあ、なぜねリンゴ酢なのっていうところなんですけども、数多くあるお酢の中でもダイエット目的でしたらやっぱりリンゴ酢がベストです。なぜか、これはね、酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢だから、結果あなたの腸の蠕動運動がもう活発になって、もうますます代謝が上がって痩せることができるからなんです。そしてね、満腹感も得やすいので食欲を抑えることもできますし、またむくみ改善効果もあります。カリウムが入ってますからね、しっかり見た目もスーッとデトックスしていただきたいと思います。では2つ目の材料はトマトになります。私トマトも大好きです。あなたもいかがですか。トマトってダイエット効果すごく高いんですよ。まず脂肪が燃えますし、むくみ改善、栄養価もすごく高くって、ビタミン C やリコピンとかね、ベータカロテン、ビタミン E などもたっぷり含まれています。では3つ目の材料はレーズンになります。レーズンもね、私大好きです。いろんなね、サラダとかヨーグルトにも入れるんですけども、今回このレシピにも使ってみました。レーズンはあなたの腸内環境を整えてくれて、食物繊維がめちゃくちゃ豊富なので便秘解消にもなります。そしてね、コレステロールもゼロの食材ですし、何よりも私たち女性にとって嬉しいのが、鉄分もね、取れますから、しっかりと普段お食事で鉄分取っていきましょう。ではお待たせしました。以上の材料3つを使ったレシピはこちらです。リンゴ酢トマトになります。材料1人分です。まずトマトはね、こう大きいの第1つ1個ですね。そしてレーズンがまあ大体まあ1つまみぐらい、10粒程度で OK です。そして最後はリンゴ酢大さじ1使っていきます。で注意です、このリンゴ酢は
どんなリンゴ酢でもいいというわけではありません。痩せるリンゴ酢というのがあります。それは原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢を選んでくださいね。ここで間違っても味がついたようなね、甘い添加物たっぷりのリンゴ酢を使わないようにしてください。ではここから作り方です。もうとっても簡単、もうぜひ作ってみてくださいね。まずは1つ目、トマトに十字の切り目を入れてください。2つ目、耐熱容器に切ったそのトマトを入れて600ワットの電子レンジで、まあ、大体お好みで結構です。10秒から、まあ、マックス20秒ぐらいまでレンチンしましょう。3つ目、その後に取り出したら上にレーズンを散らして、最後にリンゴ酢を大さじ1かけたら完成です。ではここで最後に痩せる食べ方と注意点をお伝えして終わります。まずはですね、痩せるためにはこのトマト常温、もしくは先ほどのねホットで召し上がってください。くれぐれも冷蔵庫でキンキンに冷やしたトマトをそのままねかけて食べないようにしましょう。冷たいね生野菜は腸が冷えますから気をつけてください。代謝が落ちやすくなってしまいます。そしてなんといってもね、美味しいんですよ。トマト、酢トマトもさっぱりしてて、これから暖かくて暑い季節いっぱい食べちゃいたくなるかもしれませんが、やはりここは1日1個までにしてくださいね。そしてリンゴ酢は1日大さじ2杯までで十分です。それ以上たくさん摂ってしまっては逆に健康を害してしまったり、効果もそんなに変わりませんので、毎日毎日続けることが一番大事ですから、マックス1日あたり大さじ2杯までを目安に飲んだり食べたりしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢、皆様に美味しく続けていただきたくって、私が日頃食べているレシピをお伝えしました。とっても美味しいので食べ過ぎには注意してくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますと、もうとっても励みになっています。いつもありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。